季節の変わり目ってこんな大何っっかあのそう季節の変わり目って何が行われるかっていうと温度変更と衣替えじゃないですか、うん、なんか前々からその,あの前兆というかその雰囲気はあったんですけど結論から言うとこれ多分芸人あるあるだと思うんですけど、うん ダニなんですよね、うん。D A N I ダニ、うん。D D A N I ダニね、うん。ダニよ、ダニが出てるんですよ、多分。そう。なんでダニってわかったかっていうと、僕は実際火が受けてないですけど、なんか芸人あるあるで、なんか僕じゃない芸人さんがなんかこう。 布団ちょっと寒くなってきたじゃなないですか最近寒くなってきたんですよ布団久々に使おうと思ったらめちゃめちゃ赤くなってポツポツ結局調べてみたらダニだったみたいなのがあってで俺もなんかそんなに一晩中その布団かぶってたわけじゃないんですけど朝ちょっと寒いなと起きてかぶったりしたら異様に目がうんシュパシュパするというかかゆいというかうん。 でまずはお金を使わずにどう,どうにかしようとするわけですよこういう時っていうのはうんまずその匂いが良くないのかなと思ってまず芳香剤を2個買ったとで天日干しをしたとどうやらそれでもなんかうまいうまくその通常の匂いというか無臭に戻らないからなんでなんだろうと思って調べたら やっっぱダニだったとということででついさっきあのいろいろ調べたこの H をかけていろいろ行ったんですけど結局そのクリーニングができればいいんでクリーニング出そうと思ったんですよ布団もう布団もう布団じゃクリーニング屋さん休みで木曜日休みか思ってで。 でもちろんそのクリーニング以外にもその柵は高じてあってもうあのコインランドリーを使おうって思ってたんですよずっとこれコインランドリー結局結論から言うとめちゃめちゃいいっすよ、うん、確実に匂い取れましたからね、うん、これ今日今からそのダニーのあるその 洗い方これ今日説明していこうと思います <laughs> いやでもこれ多分芸人あるあると思うんですけどねうんだからある人が言ってたんですけどバルさん炊きますって言ってたんですけどバルさんね意味ないんですよこれなんで意味ないかって言うと布団だったりとかその布に付着したダニっていうのはその鍵爪みたいなのがあるからダニってしんあの殺さないと取れないんですってじゃあどうすれば取れるか天日防止してもダメ水洗いしてもダメじゃあどうしたら取れるか 温度でで取れるんですって50度以上の温度でその、まあ、1時間ぐらい、まあ、30分から1時間ぐらいやったら取れるんですってダニってまあ60度ぐらいだったらもう20分とかぐらいでも取れるらしくてどうやら死滅すするらしいんですよ、まあ、とにかくまずその毛布でも何でもまあ分かんないですよ羽毛布とその洗えるか洗えないかみたいな議論はもちろんありますけどその普段となるその 材質その例えば布団であれば布団毛布であれば毛布なん,かなんとかであればなんとかみたいなのをまず乾燥機かけるんですってで僕確かに20分ぐらいかけたんですよでそれでその後に洗濯を洗濯の,そのコインランドリーで洗濯して合計で1300円ぐらいしかかかってないんですよなんか多分取れたんですよねうん匂いも全然もうなくなったし でも毛布がまだなんですよ毛布はぶっちゃけ言うとクリーニングの方が多分いいんですよ毛布ってクリーニングの料金見たら僕の近所のところだと1,000円プラス税金だったんでそれだったら毛布ってクリーニング出しちゃった方が多分いいんですよ合計的にはうんでもなんか本当に 僕サラリーマン辞める時にも思ったんですけどなんかほんとんかもう布団なんかもともとなければ寒いと思いながらね死んでいくだけだし <laughs> 極論よ極論うんで逆に僕それが嫌で洗濯機捨てましたし洗濯機も捨てました冷蔵庫もでっかいやつ捨ててちっちゃいやつにしましたしスーツも全部捨てましたしサラリーマンからあの。 芸人になるときものがあるってこれ結構便利なよりいて不便なんですよねよねくミニマリストとかってよく言うじゃないですかあれ本当にいいと思っててお金だから相続とかもそうじゃないですかお金があればあるだけなんかこうなんて言うんですかね不便というかお金があればあるだけ無駄な揉め事が増えたりしたりするじゃないですか。うん、でも一個だけ思っったののはなんかもうちょ僕この その毛布とその羽毛布団がなんか変な状態で使わずにいた期間が23日ゃったんですよ、うん、なんだったら1日その天日干ししてどうにかなるかなみたいな時があったんですけどそんなことだったらもうちょっと早くダニについてちゃんと調べて早めに乾燥切っとけばよかったなと思ってそれはマジで無駄だった、うん、だ暇もありゃあ,あっただけ無駄なんだろうなと思ってだってこれ結局もうねパパッとその何て言うんですかねあのクリーニングさえ出しとけばうん そのままね、あのー、一発で終わってたわけですからだからそれはちょっと効率悪かったなと思いながらまあでもいい勉強になったなと思ってうんでもなんか変な症状出る前でよかった目めちゃくちゃかゆい目,目めちゃくちゃかゆくて、うん、大変ですけどまあそんなもんでよかったなとは思いますけどねうんいやでもダニで明らかに目がシパシパというかなんかこうプールの跡みたいな。 プールの後みたいなな眼球になるんですよね、うん、その布団とかを触った後に目こすったりするとだからすげえかわいいなと思いながら、うん、まあでも原因が分かったんでよかったっすけどね、うん、逆にその何て言うんですかねダニ側の人間になれたというか、うん、今まで僕ダニと付き合ったことなかったんで、うん、ダニーに対してこの何て言うんですかね ちゃんととと対策を講じるることができる大人にななれたなとまた一歩成長できたなっていうふうには思いますけどねうんでもなんで今までダニってダニ俺なかったんだろうなそんなにだって布団もなんか奥底にしまってたわけじゃなくて何なん,なんだろうやっぱ部屋狭いから通気性悪いから干したこともないからあんま干したりしないからかなと思いながら波動が悪いのかなと思いながら でも波動が悪いといえば僕の周りでその40代の方、うん、でその翻訳の方がいらっしゃって結構大変みたいですけどねやっぱ役年って大変みたいで僕調べたら2456は、うん、もうとっくに過ぎてて麻薬あていうかその麻薬じゃ麻薬型役とかじゃなくて、まあ、2456の時の役でなんか40歳の時の役があれやばいらしくてうんなんかそういうのもあるみたいですね、まあ、あれでは。うん 役はコインランラドリーじゃ殺せないですからねお参り行かないとね、うん、まあそんなこんなであの、まあ、ダニーというかその明らかにその布団だったりを使っておかしいなとちょっとだけなんか痒いなとか、えー、なんかこう目がシパシパするなとかっていう方はもう即刻もうコインランドリーぜひ行ってもう100円で8分とかなんでもうそれで2 3 0分 僕は二十分二十分かけた後にあのやあのなんていうんですかねあの洗濯してで半生乾きは絶対ダメなんで半乾きは絶対ダメなんでちゃんと乾いてるの確認したんでも乾燥機はさらに追い乾燥機はかけなかったんですけどうんちゃんとなんていうんですかね乾燥してるのをあの確認してからあのなんていうんですかねぜひ やっててみもう一回乾燥機あの洗濯と乾燥機一緒になって50分で1,000円だったりしますからね、うん、だからそういうのもちゃんと確認して、えー、やってくださいまず最初に殺す、うん、まず最初に20分であのダニを殺すでその後に布団を洗う、うん、その洗った死骸などを洗い流す、うん、っていうことですね <laughs> まあ、そこを言うてるうちにもう早いもんで1ヶ月経ちましてまあ何から1ヶ月経ちましたかっていうとまあ「スーパーファイナルファンタジー」というライブがありましてそこの,、まあ、あの続編のロマンシングサガハイパーロマンシングサガだったかなず、うんぽいさんとマイルズさんとあのナニラさんとか、まあ、いつものメンバーであのやるライブなんですごい楽しみだなということでうんまあ僕が大喜利のまた司会やってお題出しを。 ややららせていただくよううなのでどうやらゲストがないというふうに書いてたんでまたあのいらっしゃる方はぜひご挨拶でも何でもかんでもさせていただいてお願いしますとありがたいもんですよ大先輩の中にね混ぜていただくのはすごいですからねずんぽいさんなんか m 1 1回戦通ってましたからねいやすごいなと思ったなあコントは。 コントやってても漫才通した通るんだなと思いながら、うん、字がおもろいっすからね。ズンポエのお二人はね。うん。まあそんな方とねさせていただけるのはまあポッピーさんがいらっしゃって、ポピーさん、ポピー藤原さんという方がいらっしゃって、ポピーさんはあの、あのラーメン業と専門店ハオっていうので <laughs> 今なんかグッズ出されてるみたいですけど、結構可愛かったですけどね。 ハオの,あの帽子現物を見てないんであのなんか可愛かったかどうかって本当にわかんのかって言われたらちょっと口紡ぎますけどなんか写真見るにはすごい可愛かったですけどねなんかいろんなのがあって大阪でも元気されてるようで嬉しかったですけどね、うん、また売れ,売れてるというかなんか僕も頑張らんといかんなというふうに思いますはいということで、えー、今日は布団のダニの殺し方 でございましたいやでもこれ結構有能だと思うよだって俺ほんと困ってたもん乾燥機まずかけてみ絶対違うからっていうやつですからねはいということで1、えー、人で喋って誰殺して、えー、誰で殺してきた合計の時間を足せば、えー、2時間ということでそうそうあの乾燥機30分で、えー、洗濯乾燥で1時間なので1時間半で、えーまあ、2時間ぐらいということでございますはいえー、ワクワクタイルでございましたありがとうございました